岡です。今日はこのアイスを美味しく食べるレシピを発見したのでお知らせしようと思います。まずはこちらへ移動したいと思います。さらにこちらへ行きます。そしてこちらです。こちらです。もうすぐ出来上がりです。こちらです。家の中も寒いな。こちらです。おお、あったかい。おお、うん、あったかい部屋で食べるアイスって美味しい。さらにお腹が空いてるとより一層美味しく食べられますよ。お試しください。